ねんねママねんねママ寝かしつけならねんねママ、こんにちは、ねんねママです。ワンオペ育児をされている皆さん、毎日本当にお疲れ様です。育児ってただでさえ大変なのに、全部をね、基本的にワンオペ一人でこなすって本当に大変だと思います。そんなワンオペ助けるアイテムについて今日はご紹介をしていきたいと思います。で、実際にワンオペの方からアンケートでね、意見をたくさんいただいた中でベスト10を今日はご紹介をしていきます。本当に物理的に大変っていうこともさることながら、ワンオペって精神的な辛さもありますよね。頼れる人がいなくて、同じ目線で同じように育児のことを考えて悩んで苦戦してくれる人っていうのが、本当はね、パートナーとしているはずなんだけど、家にいなくて分かり合えなくて、同じ家族のはずなのに、私だけなんで、全部私じゃないとっていう風になって辛いこともあるかと思います。頼れるものに頼って、楽をしてとかっていう風に言われるんだけど、一体、それってどうやってやればいいのと思うと思うので、実際ワンオペされてる先輩方の意見っていうのがやっぱ一番参考になると思うんですよね。なのですぐに役立つものをまとめてご紹介していきたいと思います。ワンオペ人のね、皆様、インスタでね、250人以上の方にこれがあって助かった、ワンオペ育児を助けてくれるグッズを教えてというアンケートをしてみまして、頑張って集計をした結果、ベスト10だったものをご紹介していきます。ということで早速ご紹介します。第10位です。10位はベビーサークルです。ベビーサークル、私がよくこのチャンネルで紹介している使い方っていうのは、寝室で布団を囲うようにベビーサークルを使うというようなやり方を紹介しているんですけれども、まあそういう使い方っていう方もいらっしゃいましたし、そうじゃなくてリビングとかにベビーサークルを置いて、で、そこに自分が手が回らない時とか、家事やらなきゃいけない時とかに、絶対に安全な場所としてそこに入ってて待機してもらうというようなご意見が多かったです。やっぱりね、見てくれる人がいない以上、目を離すのが心配じゃないですか。だからここにいたら安全っていうので、ベビーサークルを持っておくと安心というご意見がありましたね。うちの場合はリビングにベビーベッドを置いて同じような使い方してるんですけれども、ベビーサークルすごい役に立つというご意見が多かったです。はい、続いて第9位です。ハイローチェアですね。ハイローチェアはちょっとね、背中が斜めになっているような椅子のことなんですけれども、まあこういったものにやっぱり座って待っててもらうっていうシーンがね、多いと思いますので、安全に待っててもらえる場所で、どっかうろちょろしたりとかしないで、きちんとベルト止めてればどこにも行かないので、そういった意味で、待機場所として使われている方が多かったです。はい、7位がですね、同率だったので、同率7位で2つご紹介させていただきます。ラッコハグと、ラッコひも、おんぶひもの、この2つですね。まず、ラッコハグについては、これはもう完全に商品名なんですけど、赤ちゃんがお風呂入るときに、一人で入れるようなちっちゃいバスタブみたいなものです。これの使い方としては、大人がこう体洗ったりとかしてる間、そこの中に一人でちょっとちょこんと入ってて待っててもらうとか、あとはね、体を拭いたりとかしてる間もそこに待っててもらって、自分の支度が終わったら、ラッコハグから赤ちゃんを出して拭き上げるっていうような使い方をされてる方が多かったですね。特にね、今回お風呂グッズが多いんですよ。やっぱワンオペの中でお風呂って大変だと思うので、そこで役立つアイテムとして、具体的な商品名としてラッコハグっていうのがすごく上がっていました。で、もう一つは、同率で抱っこ紐、おんぶ紐。これは、合算なんですけれども、こういったご意見が多かったです。やっぱりね、素手で抱っこすると両手塞がっちゃうじゃないですか。だから抱っこ紐とかがあって家の中でいろいろやるのに助かりましたというご意見もありましたし、あとはおんぶがやっぱりワンオペにおいては味方だったりして、まあ、抱っこ紐でおんぶができるタイプっていうものもあるんですけど、意外とね、使いこなすのが難しかったりとかして、専用のおんぶ紐とかだとおんぶ用にできてるので扱いやすかったり、おんぶしてるのがすごい楽だったりとかっていうこともあるので、特に私のおすすめとしては夕方、家事をしながらちょっと夕寝をしててもらうっていう、忙しい時間帯だけど、特に6ヶ月とか、ね、7ヶ月ぐらいまでのお子さんっていうのはその時間帯寝てないとなかなか夜寝る時間まで持たないっていうのがあるので、そこの時間帯、夕方のね、4時とか5時とか寝ててもらうっていうので活用していただくっていうのは、私としてはすごくおすすめですし、ワンオペを助けてくれるアイテムです。
はい、続いて6位はベビーモニターです。これはね、うちでもすごく大活躍しているんですけれども、やっぱりあってよかったっていうご意見多かったですね。特にね、自分が一緒になって、あの昼寝とかついてられない、お昼寝してる間に少しこっちで自分のことやったりとか、リビング出てきてやりたいとか、夜もね一緒に寝ちゃうとかじゃなくて、やっぱちょっとこっち出てきてやりたいことがあるとかっていう時に、中の様子がわからないと不安になったりとか、特に大きいお家の方、戸建ての方とかは、まあ、寝室が2階でとか、まあ、逆もありますね、寝室が1階でリビング2階とかね、そういうのでフロアが違うところにお子さんが寝ててとかっていう時、やっぱりモニターがあると安心ですよね、様子が見れるので。うちはもう超狭い 1LDK なんですけど、そういう家でもやっぱ中の様子が分かるってすごい助かって、起きてきても困るんですけど、起きてこなくても心配なんですよね。なんかやたら寝てるなっていう時もやっぱ心配じゃないですか。その時についついこう入ってっちゃったりとかすると、やぶへびになって起こしちゃったりとかするんですけど、モニターがあるとね安心して、あーなんか元気にしてるなとかっていうの見れたりとかできるので、これはねあって助かるものかなと思います。はい、続いて第5位なんですけど、プーさんのメリー。これもキャラクター指名で書かれている方が多くて、プーさんのメリーですね、役に立ったというご意見が多かったです。起きてる間に家事をするっていう発想で考えた時に、自分の代わりになんか気を持たせてくれるものとして活躍するものというふうにご紹介をいただきました。プーさんのメリーを回して見せとくと、ある程度の時間はそれを見てこう時間を潰してくれるというか、おとなしくしててくれるので、その間に自分のことやったり家事やったりとかっていうのができましたというご意見が多かったです。はい、続いて4位ですね、 YouTube です。これは DVD とかテレビとかも含んで YouTube というご意見が多かったんですけれども、動画コンテンツですね。これはね、本当にいろんなご意見あると思います。子供に YouTube を見せて自分が幼児するなんてとかっていうご意見は、まあ、ごもっともだと思うし、そういう意見があるのもすごくわかるんですけど、まあ、でも私としては便利なものを否定はせず、なきゃないでなんとかやろうとはするんだけど、 YouTube とかね、ワンオペで家で一人で子供を見なきゃいけなくて、で家事もやらなきゃいけなくて、で夕飯の支度とかもあるじゃないですか。でその時に黙ってて待ってくれるんだったら、 YouTube とかテレビとか使うっていうのは全然ありだと思うんですよ。ずっとそれを見せっぱなしにして何も話しかけないとか、そういうのは良くないとは思うんですけどね。でも他の時間帯に向き合って遊んでる時間帯があって、その忙しい時間帯はテレビ見て待っててもらうとか、下の子寝かしつける間に上の子ちょっと待っててもらうとか、そういうのはね全然頼っていいと私は思います。いろんなご意見あるのは承知しております。私は思うので、この YouTube っていうのがランキングに入ってるのも、あ本当にその通りだなというふうに感じました。ちなみにここの YouTube って書いていただいた中には、ねねママさんの YouTube とか、これ育児をね解説している育児専門家の情報発信の YouTube がすごい役に立ちましたというような意味で書いてくださった方もいました。ありがとうございます。はい、4位までご紹介したんですけど、ここでちょっと一回ベスト3に行く前に番外編としてこんなのもありましたっていうのをね、パパパパパッとご紹介していきたいと思います。ということで、まず家電系ご紹介します。一番多かったのはドラム式洗濯機ですまあね、これはまあわかるなーと、もう説明不要って感じなんですけど、うちはドラムじゃなくて縦型と乾燥機の2つにしてるんですけど、自動でねやっぱ乾燥までやってくれるって楽みたいですねなので次壊れたらちょっとドラムにしようかなとは思ってるんですけど、ドラム式洗濯機っていうのが結構ご意見としては多かったです。であとはルンバですね。これもルンバが走れるようなお家に整えておかなきゃいけないっていう大前提があるんですけど、うち走るスペースもないって感じなんですが、ルンバがあって助かったっていうご意見も多かったです。もう一つ家電としてはホットクックが上がっていました。ホットクックうちも持ってるんですけど、いいところは火だと見てなきゃいけないじゃないですか。だから子供を見ながら、ああ火が回しすぎて焦げちゃったみたいなことがねあるんですけど、電気の自動でねほっといてクッキングができるの、ホットクックなので、スイッチポンしたらもう自動で作ってくれて、その間外に出かけてようが、子供と遊んで目離してようが、設定した時間にあったかいものが出来上がるっていう風にやってくれるので、できるメニュー、できないメニューあるんですけど、ホットクックのいいところだなと思っています。ということで家電としてはこの3つがランクインしていました。でそれ以外で上がっていたもので言うと、食べ物系で惣菜の宅配サービスがあって助かりましたというご意見と、それからコープですね、生協があって助かったというようなご意見も上がっていました。それもわかりますね。やっぱり離乳食のフリーズドライのやつとかもたくさんあるし、あとお水とかお米とか、そういう重いものもね、お家の前も玄関まで持ってきてくれるのでありがたいですよね。それがあってワンオペで買い物行かなくて済むので助かりますというご意見もありました。
はい、ということで番外編ご紹介してきたんですけど、ここからはベスト3をご紹介していきたいと思います。第3位、うちでも大活躍、リッチェルお風呂マットです。これはですね、私がこの間新生児から3ヶ月で会って助かったものみたいなので紹介した動画の中でも、結構これめっちゃ本当にいいんですって言ってご紹介させていただいたんですけれども、やっぱりね、こういうアンケート取ると必ず名前上がります、リッチェルのお風呂マット。特にさっきも言ったんですけど、このワンオペで役に立ったものって今回アンケート募集した時にお風呂グッズ、ちなみに3、2、1、全部お風呂場で使うものなんですね。もうやっぱりワンオペで困るのお風呂なんですよね。っていう意味でこのお風呂マット、赤ちゃんを置いておけて、でそこにちょっとお湯溜めておけるので、待っててもらって自分洗っちゃってとかっていうことができて、そのマットの上で赤ちゃんを洗うこともできるっていうので、膝の上に乗せたりとかしてもいいんですけど、なかなかね、お風呂の床に直に座るっていうのがはばかられる方もいらっしゃると思いますし、膝の上に乗せるとこう滑っちゃってどっか行っちゃうかもとかっていうのはね、不安定だったりするので、台の上に乗せられて洗ってあげられるっていうのは、自分が使っててもね、やっぱ安心してできるし、あったかく待っててもらえるし、いいなと思ってますので、すごい便利アイテムです。私も一人でお風呂入れるにはこれ欠かせません。はい、続いて第2位です。バスローブです。これはママのバスローブと子供のバスローブ両方のご意見があったんですけども、多かったのはママのバスローブですね。やっぱね、お風呂問題として、さあ2人で湯船浸かりました、まあさっきのね、お風呂マットとか使って自分洗いました、待っててもらってその子供洗いました、お風呂浸かりました、上がります、さあどうするって、ここが問題なわけですよね。自分がね、びしょびしょだとやっぱ子供にもボタ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 垂れちゃうじゃないですか。だからとりあえず自分はバスローブ着ちゃって水が垂れないようにして、それで子供の世話とかしてあげて、である程度着せ終わったら今度自分のドライヤーやったりとかっていう感じで回っていくので、パッて羽織ってね、水吸ってもらえるっていうことで言うと、バスローブすごく便利だと思いますし、こういうご意見が多かったです。ワンオペじゃない瓶にとってはあんまりいらないアイテムかなとは思うんですけど、パパがいて手渡しできれば普通にバスタオル拭いてね、ドライヤーしてで終われると思うんですけど、やっぱ一人で回さなきゃいけないってなると、長ければ長いほど、私も切ってからは少なくなったんですけど、やっぱもともとこのぐらいまであったので、もうボタ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 ね、垂れちゃう問題っていうのはあるので、バスローブぜひね、ワンオペの方で導入してない方は買ってみてください。はい、そして第1位です。第1位はバウンサーです。もうね、これ圧倒的でした。アンケートを開始して10分ぐらいでパーっていっぱい回答いただいたんですけれども、その中でもパーって見渡して、バウンサー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 みたいな感じで、本当にみんなバウンサーっていうご意見が多かったです。トップ3ね、全部お風呂場で使うものですというふうに言ったんですけど、なんでバウンサーがお風呂グッズの中に入ってるかっていうと、どこで使ってるかっていう話の時に、自分がお風呂入ってる間に待っててもらうところとしてバウンサーすごく活躍しましたって、この声がやっぱりすっごく多かったんですよ。みんなお風呂困ってる、ワンオペの人はいかにして機嫌よく待っててもらうかとか、安全に待っててもらうかってことをみんな悩むわけですよね。バウンサーが脱衣所にあると、それで活躍しましたっていうご意見すごく多かったです。でそれ以外にも、さっきベビーサークルっていう話があったりとか、まぁ、ちょっと YouTube とか見て待っててくれるんだったらいいよねみたいな話ありましたけど、まあ、自分が常に子供のことを見てられる状況ばっかりではないので、目を離す瞬間ってあるじゃないですか。その時にバウンサーに座っててくれれば、動かない、きちんとベルト止めておけば動かないでそこに待機しててくれるってことがわかるから、やれトイレ行くとかお風呂洗いに行くとか全部連れて回るわけにいかないですよね、家の中。だからそういう時にバウンサーがあると便利。もう圧倒的1位でした、バウンサー。ということで、うちはねバウンサーないんですけど、ちょっとレンタルしようかな、そんな便利というご意見があるんだったら導入しようかななんて思ったりもしてるんですが、なんせうちちょっと狭くて置く場所がなくてっていう感じなんですけど、置く場所がある方はぜひバウンサーレンタルでもねあると思うので導入してみてはいかがでしょうか。ということで、今回はね、先輩ママ25010人以上に聞いたワンオペ育児であってよかったアイテムについてご紹介させていただきました。過去の動画ではですね、同じく先輩ママ250人以上に聞いた本当に買ってよかったベビーグッズっていうののベスト10もご紹介しているので、ちょっと重なってるものもあるんですけど、違うものも紹介しているので、よかったらそちらも参考にしてみていただければなと思います。寝かしつけに悩んでいるとか、お子さん寝なくてワンオペで困っちゃうという方に関しては、私が個別にご相談乗ったりとか、ご質問それぞれのケースについてお答えしたりとかっていうサービス、個別相談と寝かしつけ強化クラスというサービスもやっておりますので、よかったらそちら概要欄から見てみてください。直接お答えさせていただきます。ということで、この動画が参考になったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご紹介したグッズの URL も概要欄に書いておきますので、よかったらそちらから
から見てみてください。皆さんの育児が少しも楽になりますように。ありがとうございました。ねんねママ、ねんねママ。